これじゃあ百瀬さんの言った通りじゃないか。百瀬さんが言うには特徴のあるやつだからすぐに分かるって話だったが、ちょっと待ちなさい。ほら、女？制服？それに、あれは確か…君が、久野里さんかな？いえ。I leave it to you all. So, you don't need my confirmation. Huh? There's no time to waste, as you know. Yeah. Yeah. Well, I gotta nurse this damn cop.Okay. Later, Chris.久野里さんかな？百瀬さんのことだからどんな人が来ても構わないつもりでいたんだが、若い女の子を入れるわけには。こんな非常識が蔓延している現場で常識的なことを言うな。それが邪魔だと言われなかったか？こちらが間抜けな警官だろうが、指示には従ってもらう。今すぐに。世間の連中は、死体はみんな死んでると思ってる。は？英語を聞き取れる耳は持っていても、ビンチャーは見てないのか。何してんだ。
あんたらは現場は事件が起きた空間だけだと思ってるのかって言ってるんだ。なんだこれは。ついさっきウェブに貼られた動画だ。窓の外からか。鑑識を呼んで隣の建物の入り口を封鎖しろ。それからこの映像の出所を。映像はともかく建物からはおそらく何も出ないぞ。外壁にカメラなどを取り付けた形跡はなかった。え？入り口にあった監視カメラの映像をコピーしてうちで洗っているが、まあ出ないだろう。出てもらっちゃ困るんだよ。それを調べていて遅れたのか。現場保全を優先しろ。この動画は貼られた直後にアットちゃんに飛び火した。貼られてから40分強経過している。すでに5000人以上がこの動画にアクセスしてるんだ。その中に事件にへばりついている下のマスコミの関係者がいないと思うか。待て、勝手に。ニコニアニュースの渡部です。この動画についてコメントを。買い読みテレビです。お聞きしたいことが。出て行け、俺だ。くそ、またあのネット記者か。捜査一課の方ですか？動画をご覧に。許可なく入らないでください。コメントすることはありません。押すんじゃない。ご覧になったんですか？なっていないんですか？
コメントすることはありません。なあ、気分はどうだ？目撃者がいるとすれば、お前だけだろう。発見された事件で、その現場を映したと思われる映像がインターネット上に出回っており、問題の映像は先日渋谷のラブホテルで自殺していた男性の遺体を映しており、となるとこの報道が初耳の人間がネットに流れてくるか。
回転デッドか。これが通称になりそうだな。0時過ぎ、こっちはどうだ。であれば今日中に音漏れ探の現場に力シールが。あなた殺されますよ、宮代拓先輩。殺されますよってなんだよ。殺されるぞ、宮代拓。